マクシミリアンド・ベスピエールと仲間の逮捕、画面の中央で憲兵メルダがロベスピエールに発砲している。に基づいて、ジャン・ジョゼフ・フランソワ・タサールが制作した反画三角派とは、もともとは、党員が立法議会の最も高い位置の議席に座ったことで、その名が付けられたフランス革命期の政治党派で、革命期最大の政治結社であったジャコバン派を母体とする。後に、 ロベスピエールらを中心とする国民公会における左翼勢力となり、ジロンド派追放後は公安委員会を柱とする恐怖政治を行い、独裁的権力を掌握するも、分派の対立やロベスピエールの失脚によって解体、衰退していった。山岳派は最も急進的な党派であり、ジロンド派と対立した。山岳派の故障は立法議会の会期中に初めて用いられ、 1793年に一般化した。マクシミリアンドベスピエールに率いられて、山岳派は1793年に恐怖政治を引き起こした。1793年の夏には、山岳派とジロンド派と呼ばれる2つの紹介派が国民公会を二分していた。山岳派は主に中間階級出身者で構成されたが、パリの選挙区を代表した。 それゆえ山岳派は都市の移行に敏感で労働者階級産キュロットの要求に強く反応した。山岳派はほとんどパリ以外の都市や町の人々の日々の生活や欲求を理解していなかった。田舎の土地改革を起としたがほとんどは実行に移されずフランスの田舎の欲求よりも都市の貧者の欲求に一般的に焦点を当てた。山岳派は パリに最善であることがフランス全土に最善であるとの信念で活動した。ジロンド派は立法議会時代に作られた穏健派の党派であった。山岳派における過激な大義士に対する反対派であった。ジロンド派はルイ16世の処刑を避けようと欲し、民衆の投票で法律を覆せる憲法を支持していた。提案された憲法のこの中期が フランスの農村部が山岳派の主要な選挙区である、パリの利益になる法律に反して投票できるために、山岳派はジロンド派をパリに対して陰謀を企んでいると攻撃した。しかし、議会の本当の対立は、山岳派とジロンド派の間で起こったものではなく、山岳派の少数派の高戦的な振る舞いと議会の残りの会派の間で起こったものであった。山岳派は全体としては、 党派としてまとまっておらず、自身が異なる党派を代表することになる、マクシミリアン・ロベスピエールや、ジョルジュ・ダントン、ジャックルネ・エベールのような指導者を当てにした。ダントンが三学派の恩恵派を率いた一方で、記者のエベールは、求心的な遊国の三学派として、同志を得た。この分裂にもかかわらず、サントノーレ通りで行われたマイの集会は、 三角派にとっての一種の党員集会とみなすことができる。1793年6月、三角派は、急進的なサンキュロットの支援を得て、議会の恩恵が、ジロンド派の大半を成功裏に追放した。この政変に続いて、ロールセキュエル率いる三角派は、速やか新憲法に関する立憲作業を開始し8日後に完成させた。 公安委員会は6月10日に議会に憲法を報告し、最終総案が6月24日に可決された。この手続きが急速に進められたのは、山岳派の著名な党員であるロベスピエールが6月10日に、良き市民が憲法を要求した。そして、山岳派の仕事である、この憲法が愛国的な大義士からの回答となるだろうと発表したためである。しかしこの憲法は、 実際には施行されることはなかった。後に、ロベスピエールが革命を擁護するために自分と公安委員会に独裁権を与えたことで、この1793年憲法は放棄された。明示する線は、早くから混沌とさせていたために、山岳派の考えを正確に示すのは困難である。もともと山岳派はジャコバン派の最上段の列に座る人々であり、広い意味で、 一般向けに政治論争をする集団を形成していた。山岳派は1793年より前は、急進的な政治決議に関与することで知られたが、政治団体の輪郭は、事件への反応の中で移行する常に発展する現実を表していた。ジャン・イコール・バプティスト・ロ・ベールリンデや、ジャン・ボン・サン・タンドレのような自称著名な山岳派指導者は、初期のジロンド派の提案に引き込まれ、 しばらくして多くの恩恵派は国の内外の脅威を考慮して求心的な試みに教えある必要を感じた。山岳派の理想と力が十分に固まるのは大逆罪の立場で山岳派をまとめる1792年12月のルイ16世紀の裁判の後のことに過ぎなかった。山岳派の交流はジロンド派の長落と符合する。 ジロンド派は1791年6月20日にフランスを脱出しようとした後のルイ16世と行う行動の修正を躊躇した。ジロンド派の一部は国王を表看板として使えると信じた。ジロンド派が躊躇する一方で、山岳派は1792年12月から1793年1月の裁判で一致した立場を取り、国王の処刑に賛成した。 勝利に乗っかり、山岳派はジロンド派の信用を貶めようと努めた。かつて嘘つきや革命の敵と告発するジロンド派に用いられた手段を用いた。山岳派への支援を得ながら、ニコラ・ヘンツが相続の制限を提案した、立法委員会も形成した。ジロンド派は、その後ジャコバン派から禁止され1793年5月31日から6月2日の、 国民公会から排除された。抵抗の目論みはすべて弾圧された。その際、マクシミリアンドベスピエールは公安委員会を利用することで山岳派に対する権力を確かなものにし続けた。企画した土地の再分配政策を通じて山岳派は農村部の貧民への支援を示した。1793年8月、山岳派は 農業改革で合意した法律の一部を草案化し、特に収穫の損失や改良に向けた保障、保有の永続に続く賃貸借の免除を要請した。このことは南西部の仏農省作人の不安と戦う一環であった。この草案は決して法律に盛り込まれなかったが、徹底的な改革は農村部の貧民と都市の貧民の双方にとって支援の基礎を満足させる。 産学派の需要の自覚を示唆している。貧者の支援を狙った別の政策に1793年に産学派により行われた価格統制があった。全面限界法令と呼ぶこの法律はアンラジェとして知られる産学派内部の先導者集団に指示された。フランス国内を通じて価格と賃金を固定した。同時に商品が乏しくなったためにパンの価格は上昇し、 コローデルボアや病イコールバレによる先導で日々の必需品の貯蔵を禁じる法律が1793年に施行された。穀物の貯蔵は死刑で処罰される犯罪となった。産学派により執行された他の経済政策にフランス商品の輸出に関する経済制裁があった。この経済制裁の結果、フランスは外国市場と貿易することが本質的に不可能になり、 商品の輸入は事実上終了した。理論上このことは外国の商品からフランスの市場を守りフランスの商品を支持するようフランス人民に要求した。外国商品に対する経済制裁に加えて1793年10月に山岳派により可決された法律1651号は外国の船にフランス沿岸での貿易を禁止することで 欧州の残りからさらにフランスを孤立させた。国民公会からの山岳派の凋落と排斥は革命の急進期の崩壊と1794年テルミドール10日のロベスピエールの死と共に始まった。山岳派が統一を祝う一方でロベスピエールと公安委員会が政府内の汚職に対して軍事や厳しい反対に関して厳格な管理で無理をしたことで 山岳派内に成分が成長することになった。その無理は恩賢派のダントン主義者を率いる協力者が、ロベスピエールが処刑を計画しているとの恐れへの反応として起こしたテルミドール9日に合体する他の革命指導者の憤怒やスータの陰謀を引き起こした。ロベスピエールの粛清は、ジロンド派のように不快な党派を追放する山岳派により採用されたかつての手法に激しく、 似ていた。しかしロベスピエールが広く山岳派の中心とみなされていたためにその死は山岳派の崩壊を象徴していた。わずか約100人がいなくなっただけでその後は山岳派の名称を引き継ごうという人はほとんどいなかった。ついに1794年末には山岳派は大部分は真の権力を失った、と坂と呼ばれる党派に移行した。 三角派は著名な左翼会派二つが合併して1792年に誕生した。ジャコバン派は当初穏健な共和派で、コルドリエクラブは求心的な大衆主義者であった。1792年後半にダントンと支援者はロベスピエールとの決裂をきっかけにジロンド派との和解を求めた。1793年のジロンド派の裁判後にロベスピエールが 権威主義政策を続ける一方でダントンは激しく恩恵派になった。ダントンの恩恵派は、非産学派すべてとフランスの非キリスト教系運動の迫害を欲するジャックルネ・エベールのアンラージェとも対立していた。ロベスピエールが最初にエベール派を、それからダントン派を排除すると、この派閥は産学派を支配した。これは、平原派に支援された陰謀者数人がクーデターを、 行うテルミドールのクーデターまでのことであった。ロベスピエールと支持者を処刑し、テルミドール派左派を形成する山岳派から他元を分かった。生き残った山岳派は逮捕されたり処刑されたり追放された。1794年から1795年にかけて山岳派は事実上抹殺された。ロベスピエール派、エベール派、恩恵派。ありがとうございます。